はい、じゃあ、4月分の、レンタルボートの景品でを紹介します。でまず1位が、はい、1位の景品が釣り竿です。これは長さ的には7フィートぐらいですかね。これまずそれだけで、このダウンボールでまずね、何か分かれへん、見ていいですか。もうどうぞお願いします。じゃあ、あ、見えちゃった、見えちゃった、見えちゃいましたね。いいな、ガンクラフトのキラーズの、これがブレインですね。いやもうここからかっこいい。袋だけでいいもん、俺欲しい。いいんですか。どうぞ。はいはい、じゃあ、オープン。わあ。わあ。うわあ。いいな。じゃあこれをお願いします。はい。はい、1位の人の景品はガンクラフトのキラーズブレイン。これは。エクストラヘビーかな。そろよ、そろよって当たり前。いやいいですね、1位の人。うん、いやこれ羨ましいな。いやでも俺もガンクラフト の、うん、あのデッドソードってやつ持ってたんですけど、これも知ってはいたけど高かったから手は出へんかったけど。そうなんや。68のエクストラヘビーやったら、メタニウムとかつけて16ポンド巻いて、はい、あの何でも使える。例えば打ったりもできるし、巻いたりもできるし、多分この持った感じやったら、あのほんまにちょっとしたビッグウェイト178ちょいクロのとかやったら全然使えそうな。この竿の表記は2分の1オンスから2オンス、だからちょっとジョイクロは重たいけど、多分使える、頑張ったら使えるかなぐらいじゃないですかね。うんうん、糸も12ポンドから25ポンドまで使えるんで、例えばちょっとの池のカバーとかでも全然使えますね。もちろんボードでもいけちゃう。おすすめの一本ですね、これは。結構短いな。だけど長さの割にはやっぱりその結構パワーがあるから、うん、例えばそのおかっぱりでほらこうカバーって言うやん、こう草生えてるところが、ああいうところってほらふにゃふにゃのされたらかかったら抜き上げられへんから、ある程度パワーがいるんやけど、あのそれだけ短くて、うん、もうあのパワーがあるから全然使えちゃう。ここかっこよすぎやろ、これ。これ、うん、ちょっとキラッとして。いや、こういうとこいい。ここもかっこいい。そう。また黒っていうのがいいんだ。黒に赤っていうのが。あ、でもここもすごい。全部かっこいい。ここも。あ、かっこいいね、これ。うん、これだと脇にも挟めるんでね、まあ。ちょっと力入りやすい。全然ありやと思います、ここは。使いやすそう。いいな。いいな。心残りが漏れちゃうわ。1位になった人には、うん、ガンクラフトのキラーズ、これこんなにいいものがもらえちゃいます。羨ましい。どうぞ来てください。じゃあ次は2位の人ですか。はい、じゃあ2位の人は、おっと、おっと来ましたね。SLXDC ですね。ウストラハイギアかな、これは。XG。じゃあ開けますね。はい。オープン。硬いな。おっと、中はプチプチで入ってますね。あ、出た。SLX って、これ確か20年モデル。20年モデルで、確か去年やったかな、19年の、モデルもあって、それは MGL ってやつがあって、これ DC、デジタルコントロールブレーキね。で、
今年出てたやつなんだけど、これがまた実写ちょっと気になったんですよ。なんでこんな俺の心をつかむ商品いっぱいあるんやろって。はい。で、このプチプチを開けていきます。いやー、出しますよ。SLXDC。あ、もう今こうやって回しただけで舐めた。結構なんか思ってたよりコンパクトなんですね。あ、滑らか。あ、やっぱいいな。やっぱでもこの DC っていうのはこう投げてみいひんと音って分かんないんで、まあ、今ここではあれですけど、多分ここでブレーキ調節するんですよ。これ多分1とか多分2とかこう回してたら変えれるんですけど、でもこう巻き感とか、うん、あの何このノブの感じとかも最高。最高。もう巻き感も最高やな。あ、結構速いですね、ギア。やっぱエクストラハイギアなだけあって 8.2。 だから1回転巻いたらハンドル1回転で88。だからハンドルでこっから1でこれで88センチ巻けるってこと。へー、すごい。だからこれこうやってぐるぐるぐるって巻いたらもう2メーター。やばくない？でも多分これ一番速いやつだと思う。俺が使うんやったらやっぱ、まあ、ボートでも使うやろうし、ボートで使うなら最近ちょっと練習してる何個の春節とかでこうやって DC 音こうやってピューンって聞きながらこうやってそこをこうやってゴリゴリゴリってこうやってきて使うかな。まあでもほんまに俺が使えたら多分ホッコのおかっぱりになると思います。そこしか釣り行かないんで。はいはいはい。まあでもこれはなかなかあり。確かあのジャッカルの俺たちこと八田拓磨氏が、はい、なんかこれのレビューしてたんですよ。見てた限りめっちゃ飛んでた。いいですね、2位で。いいですよ。バスツってこれもらえるのは最高ですよ。最高。あ、いいですね。やってる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 。どうですか？いいです。いいです。めっちゃかっこいい。色が。そう、ぬるぬる感。デザインがかっこいい。やっぱトムちゃんもベイトリーズ買わなかった。じゃあこれいいですか？どうぞ。いいな、この開ける瞬間でワクワクする。いやいや、ほんまに。だからもうそれをなんかエア味わえてる感が出てやった。自分のじゃないけど、もう全然もう普通になんか、ね、あの自分のじゃないけど、これやっぱ釣り具屋さん行ってショーケースに入ってるリールこうやって持って巻いてるだけで楽しいんで。はい、じゃあ次の3位。いやもうマジでこれが、はい、3位の人ですけど。はい、これが一番ちょっと気になってます。あー、見えた。やばいわ。これはやばいです。せーの。DRT のタイニークラッシュですね。これは嬉しいっすよ。めちゃめちゃ人気ですからね、これ。マジ、これ3位。しかも色スペクター。いい色。これにね、僕これ使うときはチッポ、あの VTL って言って、あの何、別売りでなんかこう V みたいなこういう尻尾があるんですよ。あるね。こうやってこの尻尾をつけて、これリップが、ノーマルのリップなんで、ショートリップも別売りで売ってるんですけど、それつけて、で板重り適当に貼って、重さ調節して、使ってますね。普段大きいの投げへん人でも、多分普通にみんなが持ってるようなあのヘビーとかのサードも多分これぐらいだったら投げれるんで、結構使う場面でどこでもあるんですよ。野池とかでも、琵琶湖の何広い何もない浜とかでも、個性のね浜とかでも
野池浜、川どこでも使えますね。ちなみにもうこの辺で使うならやっぱり若っぱいなら間の川とかかな。結構あそこハスが入ってくるんですけど、ハス入ってハスが来てバスも一緒についてくるんですよ。だからそのバスついてくるやつにこれ結構ハスに似てるんですよね、パッと見ね。だからそれにシルエットは合ってるから、結構エタを間の側で使う感じかな。ボートやったらどこでもあり、どこでもありやと思いますよ。やばい、これは俺テンション上がる。でも一番テンション上がってたね、これが。でこれ一番テンション上がった。なかなかだって見ないんですよね、この色が。あ、そうなんや、うん、へえ。いや多分もう普通になんかあったら奇跡ぐらいですね。あ、そう、うん、そうでした。売ってるとこあんま見たことないですね。へえ、よう釣り具屋行ってもんな。はい、はい、じゃあこれが3位、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。すごい、やば。